当時サンドスキー場地図当時サンドスキー場は、静岡県下田市当時地区に存在するサンドスキー場である。季節風によって形成された角度約30度、長さ45メートル、幅100メートルの砂丘をソリによって滑走することが可能である。近隣の商店にてソリの貸し出しを行っており、砂に渦漏れてしまうため、サンドスキーには不向きである段ボールを用いなくとも、 滑走を楽しむことが可能である。また、サンドスキー場へと向かう階段の西側には、静岡県指定文化財の当時浜尾元自生地があり、約300株の浜湯が自生しているほか、水冷破砕溶岩や岩脈を観察可能である。2020年10月19日午前9時頃に、観光客が白骨らしきものを発見し、静岡県警察が捜索したところ、一箇所に集まった。 形で全人体のうち3分の1に当たる量の人骨が発見された。遺体には外傷は見られず、死後1年以上たった10歳から13歳ほどの性別不明のものであることが明らかとなった。同年11月13日に下田警察署がこの旨を発表し情報提供を呼びかけたところ、静岡県外での水難事故情報や2020年の 春にも骨のようなものがあったとの情報を得た。また11月20日に再捜索を行ったところ、発骨のようなものが発見された。ありがとうございます。